はい、レディオザビストリップボリューム60、今週はルミが担当いたします。よろしくお願いします。はい、まあ、状況変わらずまた新たに延期になってしまったり中止になってしまったりという予定が何本か出てしまったんですけれども、そんな中ですが、1週間ぐらい前かなに告知させてもらったんですが、福岡、長崎、鹿児島の3本の振り替えの延期の日程は決定しました。決定というか予定だな、7月の24が鹿児島、25が長崎、27が福岡となります。はい、あとはバグラグのね10周年ツアー2本、名古屋と長野、ここも、先日告知されましたね。まあ、元々は一発目が名古屋、長野で我々とのライブからこのツアースタートになるはずだったんですが、ちょっとねその名古屋と長野がいい日取りがなかなか出てこなかったみたいで、結局最後の2本になりました。まあね、曜日が変わっちゃったりとか、日程単純に変わっちゃったりで来れなくなっちゃったって人とかもしかしたらいるかもしれないんですけれども、まあ僕個人的にもですし、うちのメンバーもそうだし、バグライブのメンバーももともとあのすごい楽しみにしていたライブだし、お互いに思い入れの強いバンドだと思っているので、で特にね今回こういうことがあって一回ダメになっちゃったっていう状態だったんで、もともとのものよりいいライブに、いいライブにってのもなんか不思議な話だけども、なんかすげえライブになるんじゃねえかなって個人的には思っているので、よろしければぜひ、よろしくなくてもなんとかしてぜひ来てもらえればなと、その時期にいろいろ落ち着いていてくれるのを願うばかりです。はい、あとはですね、つい昨日かな告知されてるはずですが、7月7日ゼップ東京ライブが、はい、13周年ですね。ビストリップ13周年スクリームスアンダーザミルキーウェイというタイトルで、コンセプトがちょっと強めな周年ライブになります。はい、まあ、タイトルと13周年っていうのとロゴのなんとなくな雰囲気で、まあこんなコンセプトなんだろうなと、コンセプト強めというのが分かってもらえるんじゃないかなっていうか、分かってほしいななんて思ってます。はい、まあさっきまでそのロゴのデザインをやっていて、やっとラフが完成して、今から一気に清書してデータ化しようかなっていう感じのところです。ちょっと今までのとはロゴの雰囲気も違うので、ライブの雰囲気も当然違いますし、それに伴って我々の見た目もちょっといつもとは違ったものになるんじゃないかなという予定です。はい、まあこのライブ自体がね決定っていうか、ちょっと予定としかまだ言えないんじゃないみたいなところではあるんですけれども、それに向けて準備進めていっておりますので、まあ楽しみにしていてもらえればなと思ってます。ぜひいらしてください。はい、じゃあラジオの、いつものメールのコーナーに移ろうかな。なんか何個か来てたんだよな。あ、これもなんか宣伝っぽい話になってしまうんですけれども、いきますね。こんにちは。ツイッターの広告でビストリップが流れてくるのが嬉しいんですが、再生回数が100万超えててさらに嬉しかったです。ナンバーナイン、いつかライブで聴ける日が楽しみです、と。これのこの画像は、おー、111万回再生済みと。すげえな、111万回ってすごいね。そうなんですよ、ツイッターで今広告がちょこちょこ流れてるはずです。で、YouTube でも流れてるはずです。で、実は地上波のテレビでも流れてます。はい、先日友人からあるアニメを見てたらうちの CM が流れたって連絡来まして、まあ深夜帯のアニメとかが多いのかな、ちょっとはっきりしたことは分かんないんですけれども、ちょこちょこ流れてるようなので、チェックしようがねえような、でもな、まあでも見つけたらおーって思ってもらえたら嬉しいです。よろしくお願いします。はい、次のは、はい、今日に過去29日、この間はね、長野はかなりの大雪でした。休日出勤するつもりがこれ見てやめました。この写真だね。この丸いのなんだ、植木とかかな、車とかのサイズにも見えるけど、はい、関東も降ったみたいですね。暑かったり寒かったり嫌な気候ですが、ビストリップの皆さんも体調には気をつけてくださいね、と。なんか子供が大の字になって寝てますけど、風邪ひくぞこいつ。はい、すごかったね、関東もしっかり雪降ってたよね。3月の19日だっけ、この間の。なんか何事かと正直思いましたね。予報ではなんかそんなの出てたし、その
この時ってちょうど外出自粛しなさいっていう時期だったんで、まあ出歩かないしちょうどいいやって思ってたんだけど、家の窓から見ても何これって状態だったので、うん、長野とかはそりゃそうだよね、こんだけ降るよね、すごいね。まあでもあれから 2,3 日寒かったけど、なんかこれ多分配信する今日とかはもう暖かくなっているはずなんですよね。それこそ3月14だっけ、ホワイトデーだよね確かね、もう雪降ったよね。でその後一回暖かくなって、ですげえ寒くなって雪降ってってなってるんで、正直ねちょっとまたいつ寒くなるか分かんねえなって思っちゃって、ダウンとかしまえないし、なんかクリーニング出すとかもまだできないなって僕は思っているんですが、まあコロナいろいろみんな気をつけていると思うんですけれども、手洗いうがいがね、いろんなものの予防に何より一番いいっていうのは今回のことですごい立証できたみたいなのをテレビでこの間言ってましたけど、うん、寒暖差とかもちょっと体調崩しやすいと思うので皆さんもお気をつけください。はい、うちのメンバーは今のところそんなに体調をガーンって崩してるやつはいなそうです。まあ LINE でしかやり取りしてないんで分かんないんですけれども、ちょうど今日会うのかな、うん、でまあ、ほぼほぼ毎日メンバーとは連絡を取ってるんですけれども、我々は体調気をつけています。そして割とすごく元気なので、皆様も体調気をつけて元気でいてくださいね。はい、なんかじゃないかな、普通のメールにしようかな。はい、ラジザネーム、はい、ラジザネーム、トモさん元気になれ、すいません、トモさんじゃなくてね、トモさん来週やってもらうんでね。はい、ビストリップの皆さんこんにちは。兄弟あるあるか分かりませんが、私には弟がいるんですけど2歳差です。でも私がお姉さんって言われたことがありません。弟の方が大人っぽいというかそう見えるそうで、別に悲しくはないんですけど、兄弟いるメンバーさんはそういうことありました？あとは兄弟じゃなくてカップルに見られるとか友達かと思われたりとかありますか？似てなくて。私は弟と全く似てないので兄弟に見られたことないです。人によるんじゃねえかこれ、わかんねえけど、友の弟ととも一緒にいた時は友はしっかり兄貴だな。うん、弟の方が身長高かった気がするけど弟なんだよね、もうパッと見て誰が見てもわかるぐらい、なんか、うん、何がって言ったらあれだけど、でも僕兄弟兄がいるんですけれども、基本兄弟だと思われない、うちのメンバーが見ても兄弟だと思わなかったですね、っていうかうちのメンバー気づいてないですね。一回昔ライブに一回来たことあるんですけれども、ちなみにやっぱ誰も気づかずに、はい、え、どれってなった時にはもう帰ってたんで、結局どれが兄貴か分からずって状態でした。それぐらい似てないです。ルイもね似てないんだよね。俺初めルイの兄弟会った時気づかなくて、後でえ、あれだよって言われて、あ、そうだったのみたいな感じだった記憶がありますね。で、ユウと東屋の兄弟には会ったことがないのでちょっと分からないんですけれども、うん、似てるか似てないかは、まあ、父親に母親にとかそういうところがあるんじゃないのかな、うん、父親にの兄弟2人なんだったらそれ似るだろうし、うちは俺は父親で、まあ、ほぼほぼ同じ顔してます。で兄貴が母親になので全然似てない、似てないどころか本当に兄弟かって自分でも思うし周りからも言われるぐらいなので、うん、なので、まあ、人によるんじゃないですかね。はい、こんな感じですね。結構な時間になってるな。今週はじゃあこれぐらいにしとこうかな。さっきもちょろっと言いましたけれども、来週はともくんにお願いしています。もうすでに来週やってねって言ってあるので、来週ともくんです。いろいろとメール送ってもらえると嬉しいなと思っております。はい、で、あとは告知、さっき冒頭にいろいろとバーッと言ったんですけれども、バグラグのツアーでうちのライブ、まあ、延期中止がまた新たに追加されているところもあるんですけれども、それと同時に振り替えの日程もちょろちょろと出てきました。まだ発表できてないところも、まあ、今ちょっとスケジュール詰めてる最中ですので、まあ、決まり次第できるだけ早くお伝えできるようにしておりますので、 Twitter ホームページチェックしておいてもらえればなと。あとは7月7日にゼップ東京13周年ライブスクリームスアンダーザミルキーウェイが開催予定となっておりますので、よろしくお願いします。はい、そんな感じですかね。今週はちょっと明るい話もできたらなと思っております。来週はともくんなので、ともくんにいろんなメールを送ってもらえればなと
その七夕のライブのコンセプトとかについても話してくれるんじゃねえかなと思っておりますので、そちらもお楽しみにという感じですかね。はい、それでは今週はこの辺で失礼します。バイバイ。